八木島です、えー、今日はこれ「シビル王アメリカ最後の日、えー」この作品の話をしていこうと思いますそれではやっていきましょうシビル王アメリカ最後の日、えー、この作品は2024年10月4日 にえー、日本公開が、えー、された作品なんだけれども、本来は,、まあ、は半年以上遅れてるんだよね。もうだいぶ前に、えー、アメリカでは公開された作品で、まあ、やっと日本公開になったと。まあこの理由は、えー、劇場が確保できなかった。そういうことらしいんだよね。まあ確かになんだかんだいろいろ 作品、今年は入ってたと思うんだ。そう考えると、まあ確かにそうなってしまうのも仕方がないかなと。で、まあね、うん、この作品は、まあ、まず、非常に面白かったわけですよ。あの、お詠みインスタント評価もね、文句なしの、あの、お詠みをたたばサムズアップ作品として、えーまあ、僕も今回やったわけなんだけども、それだけに話したいことの情報量がね、えー、非常に多い。 のと、うん、この物語はやっぱり2つの軸で見てこの軸が両方とも面白いんだよね。なので、えー、いつもだったらフォーマットの話と、まあ、別なもう全体的な話と2つに分けてやってるんだけれども今回も2つに分けるんだけども。 えー、フォーマットも含めた、えー、全体的な話、えー、背景みたいなところとかもね、含めて、えー、今日、えー、この動画で。で、もう一つの視点、ジャーナリスト。えー、こっちの視点でもって、えー、明日もう一つ、えー、動画を出す予定なので、まあ、そっちと合わせて見てもらえたらいいかなと、そんな風に思っているところなので、えーまあ、早速やっていきたいなと思うんだけれども、 まず、えー、この作品を撮ったのはアレックス・ガーランド、えー、だよね、監督だね。で、彼はもともとは小説家で、えー、映画関係は脚本家としてデビューしてる。それがまあ28日後、ね、それと28週後とね、やって、えー、次回、次回作28年後の脚本でもチームに入っていると。 でまあ、最近で話題になったところだと「まあ、エクスマキナ」だったり「アナイアレーションだとか」だったりとか、まあ、監督もねここ4本ぐらいやってる監督で、まあ、今回が監督の最新作と、まあ、そういう感じになるんだけども。 脚本家ととしての経歴という意味ではちょっと面白いのはあのカプコンのゲーム「デビル・メイク・ライ」の脚本なんかも、えー、書いてるのは彼なんだよね。なので割とこうあの面白いところが流れとしては面白いところがあってどちらかというとなんかこう 気持ち悪い話の方が彼が書く脚本のイメージとしてはしっくりくるのかなみたいな側面があったりなんかもするんだけどもまあとりあえずそんなことはなくこういうジャンルも見事に書き上げると今回監督と脚本と両方やってるからねそれであの彼のお父さんっていうのはまあ風刺漫画家だったんだけれどもその友人関係でジャーナリストっていうものが 結構いてそれに囲まれる生活を送って育ったっていうそういう経歴があったりするもんだから今回の「ルウォーこの作品の中にはそれがあの大いに反映されてると言ってもいいんじゃないかなってそんなふうにまあ感じたね。でねあのこの作品が「イフ」の世界なわけですよ。 で、まあ、とんでもアメリカのわけ。もう簡単に言ってしまえば、えー。まず大統領は3期目突入。ね。これありえないじゃん。憲法を覆してる。破ってるわけだから。ね。で、さらに、えー、カリフォルニアとテキサス、テキサスが、えー、同盟を組む。 ね,ねもうこれもとんでもない話なわけですよ今の現代の社会の中においてアメリカというものを投資した時に、えー、カリフォルニアというのはもう伝統的に、えー、民主党、ね、でテキサスっていうのは、えー、伝統的に共和党の州なわけでこの2つが仲良く手を組むってあの どうなんだいっていうぐらい、あの、リアリティっていうところで言ったならば、その辺を指摘する人というのも、まあ、あの、結構いるんじゃないかと思うんだけども、あの、逆に言うと、それだけフィクションであるということは、前に出てるという言い方もできるんだよね。なんだけど、なぜこれが、え、明日起こってもおかしくないと。 非常にリアルな物語化という部分において重要になってくるのはこの大統領3期目に入った大統領という存在が一つ大きな部分になってるんだよね。物語の中ではそんなに強く大統領の存在をなんていうのかな前に出すようなことっていうのはないんだけれども。 大統領こういう大統領が生まれてるっていうところがあの一つ重要なところであのこの大統領どんなことをするかといえば FBI を解体するだとか、えー、自国の国土内に爆撃をするだとかというようなことをやる大統領なんだよね。でそのの大統領っていうのはえ,ーえ 結構長い期間あのメディアのインタビューなんかにも出てないという、えー、とんでもないやつでこのメディアに出てこないっていうところ、えー、ここがねあのー、非常に、えー、現代を表しててあの何、ー、て言うのか現代表してる現代を誇張した、えー、部分になっててあのー 今のね、メディア、要するにジャーナリスト、ジャーナリズムっていうものは、SNS に負けてしまったわけですよ。例えば、どこどこで何々が起こってるという即時性。これはもう、ジャーナリストがどれだけ急いだところで、SNS で、えー、適当に写真やビデオを撮ってアップロードする。そういう奴らには叶なわない。全然 全然かなわない。圧倒的に彼らの方が早い。だからテレビメディアなんかは、えー、SNS で出てきた、えー、画像やビデオというものを、えー、その投稿者に連絡して、使わせてもらってニュースで流す。そういうことやってるよね。で、おおむね1日遅れぐらいなところで、いろんなメディアが現地に入る。早い人はまあその日に入るけれども、だいたい翌日にメディアが出そうみたいな感じになってくる。そうなってくると、 メディアで語ることの意味というものが、えー、極めて薄くなってきてるんだよね、今。ね、で、日本の、えー、選挙なんかにおいても、SNS を巧みに活用した人間の方が強いなんていうようなことを、もっと活用すればいいのにみたいなことを言われている。それはもう日本の政治家が情弱だから、い、あ、ま、のー、だにね、SNS だとかをうまくハンドリングできてないのであって、あのー、 割とその辺の親和性高い人は多くのフォロワーをつけて、すでに日常から、えー、市民の、えー、なんていうのかな、信頼を獲得してるわけですよ。ねだから日本ももう少しでそこに近づいていけるんじゃないかという気はするわけなんだけども。でもまあ結局そこにおいても力を握ってるのは、報道メディアに対して政治家が何かを言うということよりも、 SNS で政治家本人が直接発信すること。これのことの方が、えー、極めて重要視されてるわけだよね。ということは、すなわち大統領という存在も、あの、SNS のメディアで発信すればいいだけなのよ。だからメディアをシャットダウンしてる。シャットアウトしてる。ね。そういう、 存在なわけだよねじゃあなぜそんなやつが大統領になれたかといえばやっぱりそこにあるのは SNS を背景にしたポピュリズムだよねまあもっともう簡単に平たく言えば人気投票なわけですよバズったもん勝ちということだよねそれで、えー、なって要するに特別語られてないよだけどやってることを見てるとそういうことだ,だろうということがなんとなくつかめるというわけであってで、えー まあそういう憲法を改正したりみたいなことをやっちゃうわけですよ。彼は。で、それが、それがね、あのー、非常に現代的で、えー、げん、なんていうのかな、現代における未来の、えー、様子というものを、として、何んていうのかな、十分想像できうる、えー、そういう、えー、悪事な、 わけだよね。で、陥りかねない罠という言い方もできるわけだ。で、その結果何が起こったかということなわけですよ。アメリカの中で19州が、えー、政府から離脱、ね。で、その離脱した中に、えー、カリフォルニアとテキサスがある、ね。で、ここからが僕はとってもアメリカ的だなと思うんだけれども、えー、彼らの自由や尊厳を えー、奪う存在。それが大統領なんだよね。で、それに向かって立ち向かうのが、そういう敵に向かって立ち向かうのがアメリカなわけですよ。そこに、えー、自分たちは民主党だ、共和党だというような、えー、イデオロギーをね、えー、元に対立するなんていうことはしなくなる。そこを超えて、えー、力を合わせて、えー、そういうふざけたやつを打倒しようっていうふうに動く。それがアメリカらしい。 なんていうのかな現れだなって象徴してるものだなということを非常に強く感じたのでだから共和党と民主党が手を組む同盟を組んで一緒に戦うなんていうのは馬鹿げてるというよりもむしろそういう難敵強敵が現れた時に 自由を、尊厳を、そういうものを奪う、侵害する、そういう敵が現れた時に、そう一体でイデオロギーを超えて共通の敵、まずはあいつを倒そう。そこに対して全力を尽くそう。それが非常にアメリカらしい感じで、僕は逆にこれがとても高いリアリティに結びついてるんじゃないかなという、そういう印象をね、あの、持った。 えね、それで、えー、テキサスもカリフォルニアもまあ西側ですよ。それで、えー、西部勢力という軍勢を率いてね、どん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 ,どん東に向かって、うん、進めていくわけだよね。東に向かって進めていって、えー、まあもうだいぶ、えー、政府を陥落できそうだというところまで来てるというのがこの物語のスタート地点。 ね、だからアメリカ国内全土が戦場なんだよね。で、えー、さらにこの作中の中でアメリカらしいなと思うのはその中で一見平和に見える街ってものが登場する。ねえ予、ー、編でも出てきてる、えー、場面だけれども。 あの、関わらなければいいからっていう。<laughs> それだけで、なんか普通に、えー、用品店をやってたりみたいなことをやってる。<laughs> まあそこもなんか実にアメリカ的であり、現代的だなって感じる部分でね。だけど、実際はもうそこで、こう、屋根の上とか見ると、こう、兵隊がいたりだとかね。そういうところはまああるんだけれども。うん、ねそ、そういった、えー、 実にアメリカ的と思えるような要素っていうものがいっぱい入れ込まれてるんだよね。で、この物語なんだけれども、そんな物語を取材する、取材しようというジャー,ジャーナリストが3人いる。この3人がミソになって、で、さらにこう、その中のリー・スミスという女性フォトグラファーですよ。 えー、ジャーナリストでありカメラマンだよね。えー、それに憧れてる、えー、彼女がヒーローだという人間がたまたまある場所で出会う。ねえー、それが、えー、ジェシー・ジェシー・カレン。えー、このリー・スミスを演じてるのはキルステン・ダンストですよ。で、えー、ジェシー・カレンを演じてるのが、えー、カイリー・スピーニー。 えー、もう2人とも極めて素敵な女優さんですよ。えー、男性2人もねちょっとふ触れた方がいいぐらいもうすごいところなんだけどもまあなんといってもこの女性2人この女性2人の物語ですよ。でこの4人がまあいろいろあって、えー、1台の車に乗り合わせてワシントン DC を目指そうと。ねえー、ワシントンまでニューヨークからワシントンまでなんて普通に行けばなんてことない距離ですよ。 ところが、えー、ね、軍事戦が張られて、ま、えー、っすぐ行く道がない。だからぐるっと下道を回り込むようにしていかなきゃいけない。ね、もう走行程1400キロ近い、1 3百キロ、三百6 0キロぐらいだったかな。まあそのぐらいの距離を走って、こうぐるっと回っていかなきゃいけない。ね、えー、本来だったらヒュッと行って、うん、もう、 すぐつけるところなんだけれども、もうぐるーっとこう回っていかなきゃいけない。南から入っていかなきゃいけない。こういう状態の中で、いろんな街だとかね、通過するときにいろいろ起こっていくこと、その中で感じるジャーナリストとは何をしなきゃいけないのかみたいな部分とかこう語られてる物語。それ、そういうロードムービーですよ、今回。 それがこのシビルをアメリカ最後の日。ね。で、まあそこのジャーナリズムの部分に関して言ったならば、もう一回別な動画で深く、えー、ジャーナリズムを深く掘り下げるというよりも、えー、まあ、その辺の写真周りの部分に関して別の動画にするんだけども、まあ今回はそれからそこには触れないですよ。ちょっとね、今回の方が特に情報量多いんで、 この先たくさん名前を出てくるはずなんだけれども、話したいことが多くてテンション上がってるもんだから、あの、多分名前がバンバン飛ぶと思うんだけども、そこは、もうあらかじめ了承してほしいんだよね。で、まあ、今も名前も出た、キルスティン・ダンスト、キルステン・ダンスト。彼女は、まあもう、スパイダーマンシリーズ3部作でね、ヒロイン役を務めましたよ。で、 やっぱり、なんと言っても、ね、デッドプールの中でもいじられてたよね。インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア、12歳の時に出演して、もうその時に賞を取っちゃった。あの頃のキリステン・ダンスと、可愛いいよね。ちっちゃくてさ、あの、非常にもう子供という、印象が非常に強かったんだけども、その子供がキスシーンをやるということで、まあ大変な話題になったわけですよ。ね、で、そんな彼女ももう、 もう大人ですよ。っていうか、実際僕と遠くらいしか離れてないからと当然なんだけど、あの、大人なわけですよ。それがもう、いろんな苦労を重ねてきて、えー、そこにたどり着いたというジャーナリストを演じる。ね。で、えー、それがまあリー・スミスという,もう伝説的なカメラマンですよ。ね。で、か彼女に憧れてる、えー、女の子、23歳の、えー 自分は写真家になりたいんだと言ってる、えー、ジェシー・カレンという女の子これを演じてるのが、えー、さっき名前言ったよねあケイリー・スピーニーね彼女はもう近くで言えばあのあれですよあのエイリアン・ロムルスねで、うん、去年は、えーうん、クリシラ ね、あの出てこなくなっちゃったソフィア・コッポラが撮った、えー、エルヴィスの奥さんの、えー、映画だよねでこのソフィア・コッポラというのはも,うもちろんフランシス・フォード・コッポラの娘で えね、もう映画監督なわけだけどもこのソフィア・コッポラと友好、えー、があったのがこのキリステン・ダンストなんだよねで実は、えー、クリシラを撮る前に、えー、この作品というのを撮っていて、えー、キリス <laughs> キリステン・ダンストと、えー、ケイリー・スピーニーというものが非常に信仰を深めたんだよねで、えー、仲良くなったことで あのソフィア・コッポラにキリステン・ダンストが勧、えー、めたわけだよこの彼女をねその結果クリシラになって、えー、ベネチア国際映画祭で最優秀女優賞それからゴー,ルデンゴールデングローブ賞で、えー、主演女優賞にノミネートされたそういう経歴がありそこに出演してからの彼女の、えーまあ、人気ぶりというものは ヒートアップしてってるっていうところでねだからこのケイリー・スピーニーにとってキリステン・ダンストというのは非常に重要な存在になったわけだよねそれはメンターとしてもこの作中におけるメンターとしてもここでね非常に貴重な関係性が築かれたということがまああの一つ重要な。 ポイントになるわけなんだけれどもあのー、実はこの映画における一番印象的で象徴的なセリフっていうものがあるわけだよね。Fat、えー、Kind of American Are You? ねえあのひげかを描きながらさあの赤いサングラスをかけた銃を持った男がねひざまずいたケイリー・スピーニーのところでいるところにこうね、えー リー・スミス、えー、キルステン・ダンスたちがこう駆けつけてね、こうやって退治するシーン。ね。What kind of American are you? このセリフ、このセリフ、ね、えー。お前はどんなアメリカ人だと。ね。これ非常に怖いシーンですよ。あ,のあそこで銃を向けられるのは中国人と香港人ですよ。ね。だから、極めて、えー、人種差別的な。えー、ね。えー 人物だということが非常にわかよくわかる。僕なんかもね、日本人だから、あれを見てて、あそこにいるのが自分だったらって考えたときに、あのー、もう非常に恐ろしくなるわけだよね。あのー、撃たれるだろうなという予感がするから。で、えー、ね、そこの、あの絶妙な空気、空気、あの空気を出したのが、えー ジェシー。<laughs> ジェシー・プレモンス。えー、彼は、今回、メオ出演で、クレジットもされてないんですよ。エンドロールの中で。ね、そういう役なんだけども、ジェシー・プレモンス。見たことあるなという人もいるでしょう。あれみの三章。ね、直近だと出てたよ。ね、えー、それから、えー、パワーオブ・ザ・ドック。ね、出てましたよ。ね、で、まあ、彼は、 もうね、ジェネリック・マット・デーモンと言われるぐらい、まあ、マット・デーモンそっくりなキャストで、マット・デーモンの若い頃を演じたこともある、そういう役者でね、非常に実力派なんだよね。で、その彼は一体どういう役者かというと、ここが重要なの。キルステン・ダンストの旦那さんなのよ。もう10歳ぐらいキルステン・ダンストより若い、えー、俳優さんでね、えー、旦那さんで。 カメ出演したんでね。それがもういかに彼が素晴らしい俳優かというものが現れてる。そのセリフが Fat kind of are you?Fat kind of American are you? あのセリフ。あのたった一つのセリフだけで世界中の人間が震え上がったんだよね。あのシーン。あ,あれ恐ろしいよね。それをあれだけ あのもうたった一言もポソッとこんなことやりながら言うあれだけのセリフが、えー、恐ろしく聞こえる雰囲気を生み出すもう、うん、彼の実力たるやという話でねそうもう予告編でも疲れたし本編見たらもっと怖いんですよあの何倍も怖いねそれがあのシーンなわけでねまあねあのー 確かに、ああいう戦時下の中に陥って、何もかもがぐちゃぐちゃになってたら、いろんなやつが現れてくる。で、そのいろんなやつが現れてくる危険なアメリカというものが、えー、ずっとね、冒頭からこんこんと描かれてるわけなんだけれども、あの、その中でももう、ズバ抜けて恐ろしい。それが、あの、シーンになるわけなんだよね。で、えー、どんなにね、恐ろしいシーンを取り上げたとしても、 重要になってくるのは編集が良くなければダメなんですよ。ねあのー、音楽は編曲が命だよね。作曲じゃない、編曲が命。えー、映画も、えー、監督じゃないんですよ。編集が命なの。編集がいかに誰、えー、た時間とかを生まずに、えー、的確にシーンを見せていくかという鍵を握ってて監督がどういう。 シーンをね現場で取り上げてきたかということよりも監督が取り上げてきたものをどういう風に味付けして料理したかこれが編集の仕事なわけですよこれが素晴らしくないといけないねで今回これの編集マンをやっていたのがえー、ジェイク・ロバーツねで彼は、えー、エイリアン・ロームレスの編集もしてたわけですよ編集を担当してたねえ エイリアン・ロムルスも非常に緊迫感がある恐怖に満ちた作品だったわけだけどもまあ今回もやっぱり同じように息ができないような場面それを見事に編集でね作り出してるよねなぜ編集が重要かという部分で言ったらさっき言ったようにテンポだとか何だとかっていう無駄なシーンを入れないこれが重要だって言ったんだけれどもあの監督が編集すると あの場面は撮るのにこれだけ大変だったっていうことから思い入れが生まれてしまうし、こだわっちゃうんだよね。で、そのこだわりっていうのは持ち込むわけにはいかないわけですよ。やっぱり作品っていうのは全体のバランスでもって見ていて、観客がそこにのめり込めるかということが一番重要だから。ね、えー、撮るのが大変だったからということが理由でこだわったシーンというのはバッサリ切らなきゃいけない。とにかくこだわりだとか思い入れというものは持ち込んでらいけない。 だから第三者である編集マンが編集するということが非常に重要で、これをね、割と軽視されがちにはあって、ディレクターズカットというものがもう返帳されてしまったりする、そういう風潮というものがあるんだけれども、あの、実際はそうではない。やっぱり劇場公開作というのは、 何べんも何べんも劇場で回してもらう必要があるから、できるだけ尺は短い方がいい。その中で監督が訴えたいと思っていることは従前に入れなきゃいけない。ね、中たらみする部分とかってものは切っていかなきゃいけない。ね、そういう意図、そういった意図をしっかり汲み取って反映させられる。そういう才能が必要なわけですよ。だから編集マンというものは、えー、極めて重要な職業でね。 で、それを今回、まあ、見事に、エイリアン・ロムルス同様、やってのけてくれたって。それがね、あのー、非常に、こう、この作品を見る上で、えー、気になってて、まあ、意識しなくても面白いからね。ああ、編集って素晴らしい仕事をするんだ、ということをね、これ見て感じてもらえると、まあ、いいかなと思うんだけれどもね。うん ギリギリで1回止めました。もう2つに分けるって言っててもう30分に到達しようというね今のうちにちょっとスリープ入んないようにねこう動かしておかないと。はい、で、えー、今回のこの作品なんだけれども えー、撮影はね、手持ちのカメラでやってるわけですよ。普通映画っていうのはもう台に載せてきちんとしてフィックスでやって、まあ、パンしたりなんていうのはぼちぼちあったりはするんだけども、基本的には安定的な絵で、えー、見せていくものなんだけれども、ハンディでやってる。ね、えー。これで撮ってる部分っていうのはどういう結果になって現れてくるかというと、 ドキュメンタリー作品のような絵になってくるんだよね。うん、その場に随行してるカメラマンの目線というような感じになってくるんで、これが作品全体に漂っている世界の緊迫感と、えー、そこに向かって突き進んでいくジャーナリスト、えー、彼らがさら、えー、されている危険というものの緊迫感、えー、こういった二つの部分を まあ、もう見事に表しててくれてる、ね、非常に近いところでカメラを持ってね自分が今そこの戦場の中にいるというような、えー、錯覚をさせられるんだよね。でその中で、えーまあ、素晴らしい写真だとかをね彼女たちが撮ってったりするわけなんだけれども、えー、その中の絵というものも え写真を撮ってる彼女たちの絵というものも非常にまあもう写真的で素晴らしくて見応えのあるものがずっと連続していくまあ本当にねこれは素晴らしいわけだよねでそのえ最高潮とでも言うのかなえーもう突き詰めた部分に到達するのがえクライマックスの、えー DC、ワシントン DC、ホワイトハウスに攻め込んでいく政府勢力、ここに随行するカメラマン、その姿を収めた映像ですよ。本編のもうクライマックス。ね、このクライマックスのところ、軍事アドバイザーをしていた人間と、その元同僚が、あそこで兵士となって突っ込んでってるわけなんだよ。 で、その軍事アドバイザーは元シールズなんだよね。で、もそれの同僚っていうのはもう、やっぱり元シールズなわけだよ。で、えー、監督は、えー、彼らにカメラのことを気にしないでいつも通りやってくれという感じで言って、えー、撮ったシーンがあのラストなわけですよ。あの緊迫感。極めて軍事的にね、こう、なんていうのかな。 高いリアリティを感じた。そりゃそうだよ。リアルなんだから <laughs>。あの、シールズの人間が。 突入する時のものを、もう中はそのまま撮ってるような感じ。ねそのところで、ケイリー・スピーニーがこう、掴んで後ろにやられたりみたいなことをされていく。まあ、その時のケイリー・スピーニーがとっても可愛いんだけどね。あははっていう。で、カメラマン守られてるな、みたいなところとかも。まあ、もうここ見える。だ、だけど、それだけにそれが極めて高いリアリティで語りかけてくる。ねのそういったものの積み重ね。 ね、これによって、えー、明日起こるかもしれないという部分で非常に強い、えー、説得力を持った作品に仕上がってる、えー、そういうわけなんだよね。で、えー、そういう作品ここからフォーマットの話ですよもうね30分超えてるからもうもっと、ね、こっちの部分でも掘り下げたいことってのはいっぱいあるんだけども。 掘り下げることでできないですよもう無理、ね。劇場で行って自分たちで体験してほんと素晴らしいから。ね。じゃあその劇場、どこで見るべきか。絵的なことだけで言ったらね。絵的なことだけで言ったら、えー、通常版でもビハインドはないですよ。えー、映し出される 品質そういったものに関して言ったならばそりゃあ、えー、ラジフォーマットの方がいいしかも今回用意されてるラジフォーマットっていうのは高規格系の、えー、ラジフォーマットのみで、ね、iMAX とドルビーシネマまあここにドルビーアトモスもあるけどまあこれドルビーシネマがいいでしょうねなわけですよ、ね、でこの、えー フォーマットとなんで絵だけで言ったならば違いがないかといえばこの作品というのはビスタサイズで撮られてるんだよね。そう。あのー、なのでシネマスコープではないから、あのー、比較的アイマックスと相性がいいアイマックスで見ると左右がちょっとだけ、えー、黒みになっちゃってる。ねっていう感じにはなるんだけども他の劇場で見るとそんなことない。だから劇場を 絵で持って決めるというのであるならば映し出されるものは全部見たいというような視点で、えー、だけでいいのなら,いいのならば劇場を選ぶときはスクリーンの大きさを横方向の長さで決めるんじゃなくて縦方向の長さだけ見れば十分そういうことになってくるビスタサイズなんでねでまあビスタって左右を切ってるんでしょっていうふうに 思ってる人がいまだにいっぱいいるんだけど、それは昔のテレビ放送において、トリミングといえば左右を切るというえ文化だったからね、そういうふうに思ってるんだけども、今はそうじゃなくて、そのビスタサイズをえアナモルフィックレンズってものをつけて横に引き伸ばして、要するに左右をスクイーズした状態で、 記録して映し出すときに伸ばすっていうのが最近のシネマスコープでありあるいはえーねえね YouTube だとかでシネスコで出してる人とかもまあいるけれどもあれは上下をトリミングしてシネスコにしてるんであってあのトリミングしないでしかもあの妙な圧縮とかもかけないっていうのはこのビスタサイズでビスタの方が画質はえ多くの場合は きれいになるそれが今の映画の状況なんでねなのでまあそのビスタサイズビスタ版で見られればいいということであるならば通常上映の、えー、縦方向が広いスクリーンで上映されてる、えー、劇場を選べばまあもう十分といえば十分なわけですよところがまあこの作品は非常にサウンドデザインっていうか音による効果っていうものが大きいのね うん、なので、えー、高規格系というものが、えー、非常に立ってくる。映像としてはあのー、暗闇のシーンというものは少なくて、えー、見通しが難しいというような場面というものはないからあの高,規格高規格系の方が高品質系の方が確実にいい映像は見られる,見られるけれどもだからといってエイディアン・ロムルスの時のように 通常版で見るとちょっと見えないところが多くてっていうような感じにはなりにくい割とその辺は見通しは担保されてるんでね明るいシーンが比較的多いのであの特別ねそこで目として目で見る情報として高規格系でなければラージュフォーマットでなければという部分が非常に強い作品ではない。 ただまあ、そっちの方が綺麗は綺麗だけどね。だけど、そんなことよりも音なんですよ。あのー、今ね、くしくもプライベートライアンもリバイバルされてたりなんかするんだけども、僕があのデジタルサラウンドというものに対して非常に強い感動を覚えたのは、そのプライベートライアン。 セービングプライベートライアンだよね。あれが一番最初だったんだよね。冒頭のノルマンディ上陸作戦。あそこにおいて顔の横を銃弾がかすめ飛んでいく感じ。うわ、こんなに、えー、綺麗に定位するものなんだっていうことを、えー、驚かされたのをいまだにはっきり覚えてる。もう30年近く前の話ですよ。ね。で、その中で、えー、終盤。 ね、あのトム・ハンクスが拳銃で戦車に向かってパーンパーンってやるよねあれでもうパーンってもう疲れ切ってヘトヘトであもうダメだもう死ぬっていう,もうその絶望感の中で拳銃を撃つねでんねそんなん戦車にかなうわけねえじゃんと思ったところでパーンポーンはあってなるわけですよ。あの おっとね、あの、激しい重低音と、えー、響き渡る爆音。ね、あれデジタルサラウンドの、もう、うわ、こんなすごいんだというのを、自宅でこれが再現できるんだということで、非常に感動したりなんかもしたわけなんだけれども、あのー、あれと今回の部分とは、決定的に実は違うところというのがあって、 あのこの作品の場合っていうのは音がどこからしてるかというのは実は観客においてはあまり重要ではなかったりする。<laughs> それは何でかっていうとどっから打たれてるかわからないという恐怖が非常にこの作品の中にスパイスを効かせてるから。ね。 で、それでいて、あの、ヘリコプターがボーッと来た時の重低音であるだとか、ワシントンに攻め込んだ時の激しい銃撃戦、爆音、ね、車、ね、エアフォースワンで走って逃げようとする、え、車、走り去る、ね、大統領専用車で走り去る車を止めようとする戦車の衝突、そういったものでいった時には、極めて強い重低音というものは必要。だから通常版では、 やっぱりそこには及ばないわけだよなんだけどドルビーシネマ、ね、ドルビーアトモスのような綺麗に音がどこで鳴ってるというような情報は実はあんまり重要じゃないどっから撃たれてるかわからないそこにおけるスリル、ね、だからあそこまでの、えー、なんていうのかな高い精度の定位感というものは必要なくてアイマックスの、えー 激しい重低音だったりとかっていうような音量と、えー、エアボリュームだよね、えー、iMAX のスクリーンというのは、えー、相対的に大きいスクリーンになってるところが多いからあのそこにある空気の量この空気の量が全体としてブーンと響いてくるそこで鳴り出す爆音轟、えー、音銃声どこから鳴ってくるのかわからないどこで撃たれてるのかわからない。 その、えー、スリルってものが、あの、一番ね、この作品を盛り上げるんで、僕は今回見るんだったらベストはやっぱり IMAX だと思う。ね、ドルビーシネマが悪いわけじゃない。ね、なんだけど、えー、その、なんていうのかな。あんまりねあ、僕はドルビーシネマで見ると定位が出すぎちゃう気がするんだよね。出てなければまあ、それでいいんだけども。ね、で、えー、まあ、 やっぱり通常版は正直やめた方がいいと思う。2回目以降だったら、ね、何度も追体験するという部分で、えー、高い金額出し続けるというのは負担だから、えー、通常版見に行こうそれでもうたくさんいろんなところを見て咀嚼しようってそういうふうに考えて通常版行くって、これはもう全然ありだとは思うんだけども、1発目、えー、見るのであれば、僕は IMAX を激推ししたい。 ね、そこで響き渡る低音であるだとかどっから銃を撃ってきてるのか分からないそれでいて必要な場面ではビシッとこう定位が分かるというような感覚その2つを併せ持ってバランスしてる程よく定位感に関してはフィルターがかかってるという部分は、えー、正直 iMAX じゃないかなとそんな風にね、えー、感じるんで。 僕はアイマックスをしたいドルビーシネマはちょっと音はあの定位感だとかっていう音像の綺麗いさ、えー、成立感という部分で言ったならばあっちの方が上だとは思うんだけれどもあのそういうことなのではなくて埋もれる感じ戦場の中に埋もれたあの感じという部分においてあの顔をかすめるような銃弾というものがない以上 IMAX の方が僕は。 正解になるんじゃないかなって。そんな風に思ってます。なのでね、これから見に行くぞという人。いや、1回目俺通常版で見ちゃったよ。そういう人。そういう人はね、ぜひ、ぜひとも IMAX 行ってください。で、2回目、近くにドルビーシネマあるよって言うんだったら、ドルビーシネマ行って音を聞き比べてみてくださいよ。で、3回目行こう。 あの通常版で何度も何度も足を運ぶとい,い,いろんな発見がある、ねえー。カメラとかが好きだったならば。 ケイリースピーニーが使ってんのはニコンの FE2、ね、こういったところでレンズ何かなみたいなことを、ね、見たりなんかする、えー、そういった部分、えー、その持ち方がどうだとかっていうようなもう極めてマニアックな部分そういうところもねこう深掘りするために通常版何度も何度も行くもうそんなのいいじゃない。 ねね、彼女をもういっぱい見たいんだって言うんだったらもうそれでもいいほんと今回の中ではもう特別可愛いなと思ったからあどけなさとかがあったりねあのー、そういったところがねまあ魅力的ですよ今回のねだけどもうもうだいぶだいぶ、えー、40分もう50分近くなろうとしてる、えー、状態なんでもうほんとこの辺でクロージングしないと 一回目の動画だから、まだ。明日もう一回話すから。そっちはまあこんなに長くなる。そういうつもりではないんだけれども。ね。まあ、そう。なので、まあとりあえず、おすすめはアイマックスだ。というところで、このね、シビルを、アメリカ最後の日。これの第一話の話として終わりにしようかなと思います。非常に素晴らしい映画なんでね。ぜひとも、明日の日曜日、 劇場に行って、この作品を楽しんできてもらいたいなと、そんな風に思います。今回はこの辺で終わりにしようと思います。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは、第2話もよろしく